はい、それではですね、鮎沢っていうところに来て、一個前に足柄サービスエリアって有名なとこあると思うんですけど、そこ行こうと思ったら、一応入ったんですけど、車も満車すぎて止めれんくて入れなかったんで、まあ、ここで妥協しようか。トラックが多すぎてですね、エンジン音がうるさくて、ここで車中泊は厳しいかなと思うので、まあ、もう一個先に行くか、まあ、結局もう一個先に行っても一緒かもしれないですが、まあ、とりあえずインターの飯行きましょうか。はい、それではですね、ちょっと天井が低いですが、このままお送りします。ラーメン食べてきて、そしてやっぱりこの後は車中泊といえばこれっすよね。ちょっと今日は豪華にスーパードライにしてみました。これやりながらこれやってここで寝るっていう、最高の男のロマンのような出来事を今からやろうと思ってるんですけど、今が大体 8時前なので、まあ今からやったら、まあ、ちょっと飲んで一歩飲んですぐ寝て、まあ、明日朝方起きれば、まあ、6時間以上7時間8時間8時間ぐらいは多分寝てると思うので、まあ、時間的にも大丈夫かなと思いますので、いっぱいもう早速この喋ってる前に行っていただきたいなと思います。カルパスやって、で厚切りスモークタンを食べながらビールをいただくっていう、もうこれ飲んじゃったんで明日まで運転はできないんですけど、ぐらいですね。もうこれを飲んだらもうすぐ寝たいなと思いますので、もうここで一旦おやすみなさいって言って明日の朝になりたいなと思います。でおやすみなさい。おはようございます。夜はとっても気持ちよかったんですが、朝はこんなに日差しが入ってきて、やっぱりサウナのように暑くて起きました。でもがっつり寝て今8時20分です。鵠沼の方に向かいます。ですね、昨日真っ暗で分からなかったんですが、結構意外といい景色のところに来てました。あー眠たい、鵠沼に行かな。いよいよですね、もうそこは海です。うわー湘南来たって感じしますね。まさか湘南にサーフボード持ってくるとは思わなかったですね。うわー海やな。ここが今平塚なので、もうちょっと走ったら鵠沼があるので、もう少し鵠沼まで走りますが、全然関係ない話なんですけど、視聴者の方に聞かれてて、僕シャンプー何使ってるんですかって言われてるんですけど、なんかシャンプーは2種類使ってて、安い普通に薬局で売ってるやつと、もう1個がアマゾンで買った炭酸シャンプー、これを2つ使い分けてるっていう感じです。一応全然関係ないですが、質問いただいてたんで一応掘り込んできました。はい、それではですね、朝ごはんはコンビニでおにぎりと、あ昨日セブ入れで食べてからハマってしまったこのラーメン、これが癖のある味なので食べたいなと思います。でこれ食べてサーフィン行きたいなと思います。なんか店員さんと喋ってたら、明日土日なんですよ、明日土曜日明後日日曜日なんですけど、なんか湘南祭って祭りがあるみたいで、めっちゃ人来るでって言ってあったんで、とりあえず今日だけおって明日は行かんとこうと思って、疲れるんで人混みは。はい、それでは着きました。場所はですね、なんか駐車場がなんか思ってる駐車場と違って、なんか普通に立体駐車場みたいなところに止めたんですけど、なんていうとこかな、西部を駐車場ってところに止めたんですけど、まだ海が全く見えてないので海を見に行こうと思って今歩いてるわけなんですけども、着きましたね。はい、それで行きました。今はもう一回上がって休憩して、
で何してるんかっていうと、あのちょっと洗濯物でですね、それを取りに行きたいなと思います。まあ、盗まれてもそんな大したものはないんで、タオルとかだけなんですけど、ちょっとかけて、乾燥させてもらってるという時代でございます。それではちょっとブラブラしに行きましょうか。今ですね、バスを見つけたんですけど、江ノ電バスっていうのがあって、こんなんあって、これどれぐらい来るんかなと思ったら、1日に1本しか来へん。どんなバス。ちょっとカフェ見つけたんで、ここのカフェでちょっとだけ休憩したいなと思います。絶景の景色がこちらです。じゃん。はい、それでは行ってきました。とてもいいお店で楽しく過ごせました。なんかシールもらって、ここら辺の通りが、国道の134号線っていうらしいんですけど、結構サーファー界では有名らしくて、だいたいサーファーの人は134のナンバーをつけたがるらしいんで、まあ、僕は丘サーファーなんで、つける資格もありませんが、まあ一応ステッカーもらったんで、どっかに入りたいなと思います。もうこの景色だけですごいですね。江の島が見えてて、江の島があって海があって、ほんでこっちには国道134号線がある。さっき覚えたばっかりなんですけど、これがですね、我が家です。ここに洗面グッズがあって、でここにサーフィン関係で、これが寝床です。で今から横浜の方に、ちょっと飲みに行くので、今から行きたいなと思います。今それでは今から横浜に向かって行くわけなんですけど、横浜ではそのちょっと飲む人がいてるので、その人と飲んで、ですぐ帰ってくるんですけど、また鵠沼帰ってくるんですけど、なんでかって言ったら、明日の朝一からサーフィンしようと思って、土日はやっぱ人多いみたいで、やっぱちょっと火出てくると混むから、もう土日は入らんとこうと思ってたんですけど、まあ、駐車場もまあそのまま2日分お金払ったら止めれるんで、朝一から海入って日の出とともに行って、でちょっともうサーフィンしたらもう出ようと思ってるので、またこの鵠沼に戻ってきます。で車中泊して、あ、いいなと思ったところは、ほんまにもう身軽にこの海行ったりとか、どっか移動したりするのが、日本国内だったらどこでもできるのがいいんですけど、まあ、それに向けて僕もいろいろこの道路ライトとか、あとスワローベンドとか今持ってるんですけど、まあ、旅行の時に折りたためるちっちゃいやつで洋服いっぱい持ってるんですけど、一つ欠点はめちゃくちゃ便利でいろいろ調べたりできるんですけど、iPhone にしても何にしても、もう充電器が終わったら終わりなんで、今このカメラもそうで、充電器がもう残量なしになったら全てが終わるので、それだけは結構注意なんですけど、走ってる時は車で充電してるからいいんですけど、ああいう風に止めてる時は充電しようがないので、まあ、そういう時に、まあ、例えば漫画喫茶行ったりとかすることになるんやろうなとは思うので、まあ、その辺は結構注意しやな。ぼーっとしてたら充電切れたらもう終わりなんで、それは結構なんかやってみて初めて気づいたというか、まあ、ここ結構気ぃつけとかんと充電なくなったら終わりやなっていうこと結構あるんで、なのでそれが人生初の車中泊で分かったことっていうか、別に車中泊がしたくてやってるわけじゃないんですけど、寝坊すけの僕がどうやってサーフィンできるかって考えたら、もうこれしか方法はないので、さすがにあさってぐらいはホテルも取ってあるんで、ホテルで携帯とかの充電もそうですけど、心の充電もやりたいなと思います。ではですね、まずは横浜駅行きましょう。
guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. すごい人。Tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. はい、それでは、ラーメン食べてきました。なんか一緒に行ってた人もおって、その人と夢中で喋ってたんで、あんまりラーメンの味がちょっとわからなかったんですけど、多分美味しかったと思います。で、結構視聴者の方からも、複数人の方から吉村屋っていうんですかね、あそこいいですよって言ってもらってたんで、行けてよかったなと思います。ただ 味はあんまり分かってないですけど、はい、っていう感じなんで、今からですね、あとはもう帰りたいなと思います。ではですね、見てもらってありがとうございました。